ッカーファンの皆さん、こんばんは。本日のマッチはナポリ対ダービーエスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。ゲーム開始です。ナポリ対ダービー、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。ダービー、これは奪い返します。パパスタソプーロス、レイサ、レンス、サイドのスペースへ走らせる。サイドのスペースを使います。おー、これいいですよ。さあ上げる、中央へ、フォローいいですね。どうだこのシュート。バレンシア、アンラバト、グリク、ボールを戻します。ここしっかり詰めてますよ。裏のスペースへ、おっといいボールでしょ。さあカウンターのチャンスになります。スルーパスを出す。おっとどうだ、シュート。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ここで見せてくれました。さあどこに出してくる。クロス、ここはすぐ奪い返します。ナポリ、さあボールはバッカーへ。チャンスを演出できるか。来た、上がる、なんとまだ。さあ右へ預けて、このスルーパスは通りません。ブルマ、ナポリは先ほどから見ていてクロスでチャンスを作ろうとしているようですね。そうですね、サイドで起点を作ってクロスという形を意識して。頭、止まらない。引いたところ、決まった。先制、ナポリ、ナポリ先制に成功。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。ナポリ、精神的なゆとりを持つことで視野がガッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。なるほど、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このパス、クロスを選択、ハット、ダービー奪い返します。裏を狙っていきます。シュート、シーバーグ、今のは本能で飛びましたよね。まさに獣のような瞬発力ですよね。収まった、フリーだ、裏狙いましたね。シュート、いやー、一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。浮き球に対していいタイミングでラインの裏へ飛び出しましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。ナポリ固いディフェンス、ブルマ、グエイ、イカルディ、さ
さあどうする、止まれ丸、緩いボール、ナチョフェルナンデス、長いボール縦へ、バッカ、危ない、アンラバト、グエイ、前にもいますよ、スルーパスを出す、さあ左へ預けて、サイドを縦に走らせます、ここシュート来た、追いついた、ダービー、ダービー追いつきました、いいですね、流れ来てますよね、チェックを受けながらのシュートを決めてきました、ボディバランスですよね、シュート、ナポリ、いや勝ち越し、ナポリ勝ち越し、一歩リードです、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます、いや気持ちのいい一発でしたね、おそらくはシュート、シマグ、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル、前半終え2対1、さあここでお話を伺います、前半は点の取り合いになりましたね、この2-1っていうスコアですよね、そうですね、はい、次の点によって、はい、やはりどちらが勝つのか決まってくるところがありますからね、なるほど、ダービーとしてはこの後そうそう仕掛けてくると思うんですよね、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください、重要であって守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね、なるほど、ここはすぐ奪い返します、ナポリ、さあカウンターを仕掛けます、ムハンマド・サラー、ロイス、ファンダイからのフィードボール、グエイ、レンス、サイドを使います、このボールはカットされます、さあつながるか、抜けた、オバメヤン、どうする、スルーパス、これはつながりません、ふわっとしたボール上げてくる、どうだ、よくカバーしましたよ、シュート、追加点、ナポリ、ナポリ大きな追加点、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました、コースを狙って振り抜いていった感じですよね、気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね、これは素晴らしいハットトリックです、さあナポリリードを2点に広げてリスタート、ナポリとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね、今日はうまくいってるんじゃない、シュート、もう一度来た、止めた、バレンシア、ここはカットします、
先ほどから厳しい寄せに合っています。そうですね、しかも相手は守備ブロックを組んで受け渡していくマークの仕方をしているんですよね。これだとどこにいてもマークをされてしまいますよね。まあ対策としてはゾーンの間に入り込むことで相手のブロックの境目を混乱させるのが効果的になってますよね。あとはスタミナ消耗が激しいですけども、頻繁に受け渡しをするために動き回ることが大事になってますよね。抜けてくる、サイドを使う、シュート、これはわずかに左でした。ナポリ入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。さあ左サイドへ、裏へのスルーパス、どうだ、レイサ、裏へ届くか、シュート、これはコーナーキックです。ちょっと浅いか、ミドル、ダービー絶好の得点機、物にできません。判断がね、そのプレッシャーからかどうか難しいところですね。パパスタソフーロス、グエイ、バストストックからロイス、ロイスからスペースに出る、ここで受けて中央へ、こぼれてる、ナポリがここでファールを取られます。距離ありますよね。鉄壁、これは直接打ってきたところ、ファインセーブです。いい反応を見せましたよね、キーパー、ね、キックも悪くなかったと思いますけども、ね、まあ、キーパーの方が一枚上手でしたね。はい、スルーパスを出す、ロイス、バストスト、さあカウンタースピードを上げたいところ、サイドのスペースへ走らせる、もういいですね、チャンス来た、レンスからのクロスボール、ディフェンダー集中力いいですよ。ムハンマド・サラスペースへ出すと、これは繋がりません。レンス、グエイ、バストスト、パウリーニョから長いボール縦へ、ここでグエイです。3対1、ダービー残念ながら負けとなりました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。ダービーとしては、
さんこんばんは。本日の試合はナポリ対ダービー、エスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ナポリ対ダービー、どういった立ち上がりになるんでしょうか。グエイ、イカルビ、シャトフ、サイドを使う。いいボール入りますよ。さあここでカウンター、裏へ届くか。オーバメヤング、裏へのスルーパス、チャンス抜けた。フリーだ、足元狙う、シュート。いやこれはわずかに右でした。惜しかったですね。キーパーの逆はついてましたからね。枠行ってればゴールでしたよね。ナポリが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。サイドのスペースへ走らせる。アンラボドからのクロスボール、ナポリあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあチャンス作れるか。ロイス、ウェイ、パスでつないで攻め込んでいきます。ダービー、これはどうやらオフサイドのようです。最後ダイレクトで入れてきましたけども、アイディアは良かったでしょうね。ナポリ奪い返します。サイドのスペースを使います。お、いい形ですよ。一旦前を取る、これは相手に当たってしまいましたが、コーナーキックへとなります。ナポリとしてはやっぱりこの高さは大きな武器ですよね。アウリーニュに渡る、ボールが上がる。必死のクリアですね。この位置で受ける、ムハンマド・サラーからのボール、ナポリがクロスからなんとかチャンスを作ろうとしますよね。前線の中央に何人か構えていますね。なのでサイドから良い、バッカー、いやーうまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。ダービー、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。繋がりません。さあ左へ預けて、また中央へ素早いパスで攻め上がっていきます。カウンターを仕掛けます。エンゾンジ、いけるか。イカルディ、バンダイからバッカー、アンラバト、少しルーズになる。これはスローインとなります。グリック、組み立て直します。これは合いません。さあどこに出してくる。イカルディ、バレンシア、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ムハンマド・サラー、バッカー、これ乗れましたね。
シア、これを読んでいた。ダービー、ここはクリアでピンチを出します。シャトフからアーチのようなパス、抜けてくる、切り込んでいく。さあサイドへ振って、ルーズボールになる。バレンシア、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。ボール入りましたよ。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ロイス、組み立てながら攻め上がっていく。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、ここまでについて何かございますか。ダービーとしてはここまでまだシュートチャンスを作れてませんよね。そうですね、少し遠くても一本打っていく、チームの雰囲気を変えるという意味では、はい、そういったことも必要になってきますよね。なるほど、得点は動かないまま後半を迎えます。後半です。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。ボールのがこのパス、ウェイと、これはつながりません。ロングフィードで狙う、抜けてくる、シュート、打っていきました。エンゾンチ、いや思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。縦へのボール、裏へ届くか、オドメア、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。いいプレッシャー、中央に切り込む、裏のスペースへ、グエイ、シャトフ、ロイス、バレンシア、裏を狙っていきます。ここはすぐ奪い返します。ダービー、イカルディ、先ほどから厳しくチェックされています。そうですね、どこにいても常にチェックされてしまいますよね。まあ対策としては相手はゾーンの受け渡しでマークをしてきますから、その受け渡しの境目を曖昧にする動きを繰り返していくことですよね。そうすることで相手はお互いゾーンの受け渡しに関して意思疎通が混乱してミスが起こりますから、逆にそこがチャンスになる。シュート、こぼれたところ押し込む、きた、先制、ナポリ。後半に入ってゲームが動きます。セルギオ・アセンホが弾いたボールを正確に押し込みました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。アンブロを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。さあナポリ先制、1対0です。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。なるほど、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ダービーとしてはシュートまで行くシーンがちょっと少ないですよね。もう1点取られてしまう前に流れを変える何かが欲しいですよね。グエイ、ロイスからイカルディ、スペース出ましたね。このパスが抜ける、収まった、フリーだ、上がる。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。刻む、シャトフからイカルディ、グエイ、ここも固い守りでボールを奪います。ナポリ、ジャルデ、ここはファールです。今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。まあ次があるとまずいですからね。まだ時間ありますしね。
両チームともメンバー交代があるようです。ロイス、レンスからイカルディ、うわ道ができましたよ。クリア、このピンチをなんとか出します。ナポリ、さあここからの展開。ロイス、ダービーとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。抜けてくる、さあどうする、シュート、追加点には至りません。ナポリ、いや決められてたらかなり苦しい状況になったところでしたからね。キーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたね。ここで見せてくれました。長いボール縦へ、ダービー、これは奪い返します。サイドを縦に走らせます。クロスを上げる、アウトまで来た。ナポリがホームでのこのビッグチャンス、ものにできません。これを止めたのは大きいですよね、はい、残り時間を考えると決められていたら厳しい状況でしたからね、そうですね。ナポリ決定的なチャンスを収めることができませんでした。ナチョ・フェルナンデスから縦へのボール、さあ一気にカウンター、バレンシア、このボールをカットします。危ない、ルーズになる、自分で行く、この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。シュート、シーラーがスルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。一番いいとこを選択してスルーパス出してきましたね、今ね、はい、ディフェンスとキーパーの間に落としてきましたからね。そうですね。ナポリ、あ、ダメだ、あ、これはクロスバーのわずかに上。ナポリ、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。もう一つ前に行きたい、フリーだ、絶好の位置で受ける、シュート、同点、ダービー、ダービー、このままじゃ終わらない意地の一発、最後キーパーとの対決、見事決めましたね。いや決めて当たり前なシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね、特にこういった。ここで笛です。1対1、両チーム引き分け、同点のまま試合を終えました。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。当然決着はつけたかったんでしょうけども、お互いに譲りませんでしたよね。内容見てもそれぞれチャンスはありましたから、この引き分けは悔しいでしょうね。そうですね。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。1対1、両者痛み分けという形に終わっています。